皆さんこんにちは、朝バー亀仙流チャンネルの朝バーです。現在はですね、5時50分ぐらいになります。2022年、1月3日の5時50分ぐらいになります。まだ、暗いですね。街灯なんかもついています。ここ秋葉原の、スーパーラジコン秋葉原店の前に来ています。はい、本日ですね、3階の特設コーナーの方ですね、初売りセールが開催されるということで、去年に引き続き2年連続で、初売りセールにやってきました。で、去年は7時半に来て、だいたい15人ぐらい並んでいた感じだったんですけれども、今日ですね来たところ、今のところ僕の前に、どうだろう、7、8人ぐらいですかね、いる感じでした。はい、一番、先頭に並んでいる方は今日は5時半ぐらいに来たということでした。去年なんかもっと早い時間に来たんですけども、全然人が集まりが遅かったので、今年はゆっくりで大丈夫だろうということで、5時半ということで来たそうです。はい、で、これからですね、今年、去年は10時開店だったんですけれども、今年は1時間遅れて、11時オープンということなので、オープンも遅くなって、1時間余計に待つというのに、朝来る時間が1時間半も早く来てしまったので、この後ものすごく待つことになるんですけれども、今日はですね、去年に比べると比較的、寒さの方も、比較的穏やかで、そんなに寒くないのかなっていう印象です。はい、特にですね、今日目当てのものとかは特にないんですけれども、何か、いいものが買えたらいいなと思います。それではこの後しばらくちょっと待ってみたいと思います。ちょっと、はい、というわけで買ってきました。今年も初売り、大量でした。はい、というわけでですね、11時になって、今年は例年通りで、去年だと30分前に入れたんですけども、今年は11時になってからの、オープンになりました。で、結構大混雑で、いろいろあったんですけれども、それで今回はこういうものをなんとか買えました。はい、それで中でですね、友達がちょうど会いまして、友達と一緒に今回、戦利品報告ですねしてくれるということになりましたので、ちょっとお友達を呼びたいと思います。じゃあお願いします。こんにちは。こんにちは、お久しぶりです。日本一有名な一般ユーザーということでおなじみのあっくんです。どうもお久しぶりです。前に1回ここで同じ場所で撮って以来ですよね。はい、というわけで、あっくんと僕とで戦利品ちょっとこれから紹介していきたいと思います。どうしようかな。最初はじゃあ僕の方から一ついきましょうか。正直言うと今年はあまりこう去年みたいなこんなのがありましたっていうのがあまり実はなかったりするんですけども、一つ目いきます。一つ目がこちらになります。こちらはハイテックの X4 Advance EX ですね。今、ミニッツで一番多い銃で速いと言われている充電器になります。それで、一応僕これのOEM の元になっているスカイ RC さんの NC2200 っていうのは持っていて、それを使っていたんですけれども、こちらの方がですね、なんと6500円というものすごい破格のお値段で売ってたので思わず買ってしまいました。多分普通に2階で売り場で売ってる価格は9000円ぐらいすると思うので、かなりお買い得でした。で、一緒に、来た時に、実は初売りの時に僕の動画にも登場してくれている永瀬さんの方がいて、永瀬さんもこちらを買っていました。永瀬さんは今まで、CDC チャージャーで充電してたので、ミニッツ用の充電器としては多分初めてになるんじゃないかと思います。まずこちらが一つ戦利品でした。
はい、じゃあ次はあっくんの方一つよろしいでしょうか、はい、どっち行きますか、こっちから行きます、こっちから、はい、こちらは懐かしいボディですね、これ10分の1のクリアボディですね、ですけども、これは何でしょうか、一世風靡した、これはシェブロンのブガッティですね、ブガッティ懐かしいですね、このぺったんこ感知ってますかね、これブガッティ、はい、なんだろう、ツーリングカーでこうすごい強烈なダウンフォースっていうかっていうのがあって、僕はこのボディ使ったことがあって、これを確か山々杯に持ってって確か使ったのかな、ね、はい、こちら、うん、持って使ってました、もう本当に一世を風靡したボディですよね、これがいくらだったんですか、なんとびっくり1000円ぽっきり、1000円、1000円なら買えますよね、買います、いやこれはまあまあ今レギュレーション的に使えるのかどうか僕ちょっと10分の1の方は分かんないんですけども、これはまあ思い出としていい買い物だったと思います、はい、ありがとうございます、じゃあ次、じゃあ僕行きますね、次僕が今回あったら買おうと思っていたものがあったので思わず買ってしまいました、それがよいしょ、いい、ね、こちらになります、はい、こっちか、こちら、EX NEXT になります、はい、まあ、EX NEXT もいろいろ種類があって、まあ、ミニッツ用のレシーバー付きのものもあれば LDT のトリガーのものもあるんですけれども、これはまあ普通タイプの EX NEXT になっています、まあ、受信機が、ショートアンテナのものの、箱的にはダブルレシーバーなんですけども、多分受信機1個だけしか入ってないものになるんですけれども、はいはいはい、こちらが、29,800 円になっていました、はい、なのでまあどうだろう、普通に買うとミニッツレシーバー付きのものが 38,800 円ぐらいで売っているものなので、まあまあ安いのかなと、あ、そうですね、で一応これ、デカラジ用のレシーバーも入ってるんですけども、僕実は強小カップに参加しているので、オプティマを今年も走らせる予定なので、まあ、一応こちらのレシーバーをオプティマにちょっと使ってみようかなと、で僕と一緒に強小カップに参加している酒井さんも、今年は EX NEXT に変えたので、まあ、同じプロポでやった方がセッティングが共有できると思ったので、そういうこともあってこちら買ってみました、 EX NEXT です、はい、よし次、じゃああっくんの方、はい、お願いします、すみません、ちょっと私はデカラジの、ものなんですけど、でん見てください、輝かしい文字、アクソンさんの、アクソンさんの何でしょうか、これは、これは横物 BD10 用のコンバージョンキットですね、 BD10 用のコンバージョンキットってことはアックは BD10 を持ってる、 BD9 です、残念ながら9をこれで一応コンバはできる模様です、あ、そうなんだ、ちなみに BD10 売ってたよね、売ってました、46,000円ぐらいぐらいですね、だよね、うん、なるほど、なるほど、まあ一応、まあ、9からでもコンバできるっていうのが魅力的なんで、まあ、ちょっと多少サスアームとかの交換は必要になってくるんですけど、うんうん、まあ、普通の正規の価格で買うよりは断然安かったので、なるほど、正規の価格だといくらぐらいするんですか、3万弱、3万1000円いくかいかないか、うんうん、それがいくらぐらいになったんですか、税込み2万5000円でした、2万5000円、おお、5000円引き、今日お買い得ですね、お買い得です、うん、でしかもやっぱりこう初売りっていう場で買うっていう、こう後押しもあったからやっぱ手が出たっていう感じ、まあ、それもありました、ですよね、まあ、ご祝儀的な感じでありがとうございます、はい、でじゃあ次がラストになります、はい、これ目玉商品ですね、はい、今回の、初売りセールに来た、前の方に並んでた人がもうみんな手に取って買ってしまった、本当に目玉商品でした、こちらになります、よいしょっと、こちらですね、あっくんどうですか、これすごいですね、これは、これ、惜しかったですね、これは、これはいいですよね、ブロックヘッドモータースの、ワイルドワン、こちらの方がまあ、販売されていました、まあ、こちらもやっぱり売る方もやっぱり目玉だというのが分かってたようで、1人1個までってこれだけは書いてありました、はい、価格の方が定価が24,000円、24,000円ぐらいですね、24,000円というのは税抜き、税込み、多分込み、税込み24,000円ぐらい、24,200円が税込み定価です、なるほどなるほど、23,000円、うん、およそぐらいのものが、一応初売り特価で2万円で販売されていました、まあ、これは定価でもなかなか買えない
よね。ものなので激レア商品なので、まあ、なんだろう、商品が発表された時は普通のアワイルドワンに比べるとちょっと割高になってたんで、なんで高くなってるじゃねえかってちょっと文句も出たんですけども、まあ実際に販売されたら全然市場に並ばないぐらいにすごい大人気商品でしたので、はい、まさかこれがゲットできるとは思いませんでした。はい、というのが、今回の、初売りセールの戦果でした。はい、どうでしたか、ワックン的に今回の初売りセールは。最初これがちょっと店先で見た時悩んだんですけど、うんうん、やっぱこっちの TC10 が、まあ、普段なかなか手が出ないので、まあ、ちょっと手が届く価格になったので買っちゃおうということで買ってしまいました。なるほどなるほど、で一応僕が、まあ、今回初売りセールを見た限りではそうですね、まあ、全体的に、なんだろう、ジャンク的なミニッツのものとかをすごく期待してたんですけども、まあ、意外と少なかったのかなと、まあ、その中では一応ミニッツリットとか、あとはなんだろう、まあミニッツエボは今年もちょっとだけ赤モーターのものが出てたんですけども、すごく安かったんですけども、やっぱ赤モーターってことでちょっと買い控えてしまいました。はい、というわけで今回はこういう形になりました。はい、まあまあこの、なんだろう、初売りセールのこの動画なんですけども、実は今回来るにあたって去年の動画を見て一応こう、あ、去年はこういう感じだったんだなっていうのがなんか分かったので、また来年初売りセールがあった時は今日の動画を見直して、また、2023年の初売りセールにできたら来たいなと思います。はい、どうも今日はあっくんありがとうございました。お久しぶりに立てて楽しかったです。ありがとうございます。今年はなんか EX ネクストも持ってるということなので、もし機会があったらぜひミニッツの方もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけで今回はスーパーラジコン秋葉原店の初売りセールの動画でした。それでは。